ゴーストライターが、後で、実は書いていたのは私です、と、よく問題になったり。それは、人間的な、なんで自分だけ？その、不平等さに耐えられないのと正義、それがそこにいるからだ、が。それでも耐えざるを得ないとき、前にいる人は空虚な、王冠を手にする。それでも勝利は勝利、だろうか。それとも、そこに本人も、疑念は、感じるのか。世界はなぜか、この事態をこのままにしている。何を目指してるのか。結局、藤井七段の打ち筋に、AI みたい、という批評は最近は、聞かない。ルール上、現在で隙はあるが、あるいは、本当に人間が打っている、それは間違いないのだろうけど。大打ちが仮にいても、彼はなぜ前に、出ない？それだけの強力な棋士が今まで、誰にも知られてないというのも不可解だ。混沌はいつ晴れる。